夏休みのスタッフの小休憩、静かにテレビを見ているという状況なんですが、その前に現れたのはちゃちゃ丸です。みんなの視線をいただきまゆう自己顕示欲の塊でしょうか。そして唐突に歌い出しましたお箱のキケカントリーです。相手の都合など全く関係ありません。これが令和のジャイアンリサイタル。こちらがどうあがいてもピエンの瞳と目が合ってしまいます。そして2番にも入りました。終わることのないエビマヨ無限ループ、これは耐えるしかなさそうです。人生一発逆転をかけた1回だけのスロット、当たれば大富豪、負ければ全財産を失います。ここは勢いで勝負に出ました。絵柄が揃うのか、はたまた外れるのか、ピエンの目押し、果たして外れました。全財産を失いました。ちゃちゃ丸1050年近生きです。一生かけて労働で返し続けなければなりません。完全に頭がおかしくなっています。人生を棒に振った瞬間、逆に笑顔になる現象です。完全に終わった。木に止まっている虫を捕まえようというところなんですが、鳥の文太郎が完全に邪魔になっています。ここは一つ空気を読んで離れてほしいというところなんですが、視線を昆虫に奪われています。さあ体勢を立て直して全集中の呼吸が必要です。鳥をかいくぐりながら捕まえる必要がありそうですが、いよいよその正面で座り込みました。この最高難易度 S ランク鬼畜ゲームを攻略することができませんでした。冷たい視線で鳥類を見つめます。焼き鳥決定です。釣りに集中するゾウのサリーですが、タンバリンで煽って無理やりにでも歌わせようというところ、リズムに合わせてタンバリンを叩き鳴らしていきます。しかしサリーは全くぶれません。ここからは精神の戦いになりそうです。さあ間もなくサビに入ろうというところ、折れるのは一体どちらか。高速の連打、目にも止まらぬスピード。顔はしっかりと笑っているんですが、上腕二頭筋は悲鳴を上げています。この戦いの果てには腱鞘炎は間違いないというところですが、サリーは全くぶれません。一番かわいそうなのはタンバリンです。鋼のメンタルのようにも見えるサリーですが、実は意外とストレスを感じていました。リフレッシュの筋トレ中ではありますが、誘惑に負けてここはお菓子を買っていきました。頭の中で天使と悪魔が戦い、悪魔が勝ってしまったというところ、これは食べ終えた瞬間に激しい後悔に襲われそうです。せめてもというところでダンベルを何度か上下させていきます。基礎代謝が上がりました。結果的にこれでゼロカロリー。完璧そうに見えてもどこか弱点はあるもの、徐々に引っ越しフラグが立ち始めています。夏といえばスイカ割りなんですが、これはドッキリです。このスイカ帽子、彼を誘導しながら落とし穴に落としてしまおうという作戦です。さあ一体どんな表情が見れるのか、笑顔というかにやけが止まりません。依然彼の方はやる気のようです。まずは近づいて声をかけていく必要がありますが、ここで致命的なミス、自分で落ちてしまいました。気持ちが先走ったがゆえに足元への注意を散漫にしてしまいました。筋書きには全くなかった展開、一周回って逆ドッキリ成功です。白のワンピースで斧を振り回しています。これが無人島生活の慣れといったところでしょうか。木材を切り出していく中で蜂に遭遇してしまいました。しかし冷静になりましょう。どれだけ大吉の動画を見てきたことか。冷静に網を使えば問題ありません。ここからはタイミングが勝負になりますが、頭では分かっていてもしっかりとアウトプットすることができませんでした。視力の半分を失ってしまうというのが厚森の蜂の恐怖。今すぐにお薬が必要ですが、もう一発可能誘致です。不運の二世帯住宅です。厚森ツタンカーメンイストリゲームが始まっています。タンバリンの音が切れた瞬間、椅子に座らなければなりません。固唾を飲むような緊張感、その瞬間は一体いつ訪れるのか。今です。プライドをかけたデスマッチ、血の流れない戦争です。さあ右下の攻防、最後に制したのは赤カーメンでした。